ナローオーバーグリップラットプルダウンナローオーバーグリップラットプルダウンアンダーグリップラットプルダウンアンダーグリップラットプルダウンウィーバーラットプルダウンウバーラットプルダウンラットプルダウンはウエイトトレーニングの種目の一つ専用のラットプルマシンを使用し上腕二頭筋後背筋肘型筋層帽筋大円筋小円筋脊中起立筋群などを鍛えるもの ラットプルマシンの構造は、チンニングを自分の体重ではなく、調整可能なウエイトを使用して行うようにしたものと考えると良い。自己の体重以下に負荷を引き下げることが可能なため、チンニングではトレーニング負荷が強すぎる、ウエイトトレーニング初心者などには効果的な種目である。懸水と同じように背中に存在する多くの筋肉群に同時に刺激を送ることができる。 初心者はどうしても前鏡になって、腹筋でマシンのバーを引き下げようとしたり、また逆に後ろへ倒れて、バーに体重をかけようとしてしまうが、どちらも間違ったやり方であり、トレーニング効果は半減してしまう。胸は軽く反らす程度にして構え、腕を引き下ろすときには、背中の肩甲骨の間隔を狭めるように意識して、腕を引き寄せる。バーは、首の付け根の少し下あたりにぶつけるような感じで、 引き下ろすのが正しいやり方であるが、初心者には感覚がつかみづらいため、できればトレーナーの指示を仰ぐのが良い。筋肉に継続して負荷をかけるため、スタート時にマシンの重りが浮いているようにする。動作中に重りが完全に降りないようにする。背中の筋肉に効かせるために肩甲骨の動きを意識する。スタートポジションでは肩甲骨が十分に上がり、 ボトムポジションでは、肩甲骨が十分に下がるようにする。バーを持つ手は、親指を巻かない、サムレスグリップで、薬指と小指でバーをしっかり握り、他の指は軽く添えるようにする。握力が不足している場合はストラップを使用する。リバースグリップラットプルダウンや、V バーラットプルダウンでは、通常のラットプルダウンとは異なり、バーを引く動作と同時に状態を、さらに後傾させていく。 ボトムポジションで状態が45度くらいになるようにする。このようにすると腕の力をあまり使わずに、後背筋下部によく効いてくる。大円筋もターゲットになるためオーバークリップで行う。ラットマシンにベントラットバーをセットし、シートやレッグパッドの位置を調節しておく。マシンの方を向いて座り、引き切った時に腕が90度になる手幅でバーを持つ。胸を張り、背中を反らせる。 状態はやや後傾姿勢。息を吸いながら、バーを引く。同時に、肩甲骨を寄せてゆく。首の付け根の少し下あたりまで引いたら、息を吐きながら、元の姿勢に戻る。2から4を繰り返す。通常のラットプルダウンよりも後背筋上部や大円筋に効きやすい。ラットマシンにベントラットバーをセットし、シートやレッグパッドの位置を調節しておく。マシンの方を向いて座り。 引き切った時に腕が90度になる手幅でバーを持つ。状態をほぼ直立させる。息を吸いながら頭の後ろを通るようにバーを引く。同時に肩甲骨を寄せていく。首の後ろの付け根のあたりまで引いたら息を吐きながら元の姿勢に戻る。2から4を繰り返す。通常のラットプルダウンよりも後背筋下部や上腕に通す時に引きやすい。 スタートポジションでのストレッチ効果が大きい。ラットマシンにベントラットバーをセットし、シートやレッグパッドの位置を調節しておく。マシンの方を向いて座り、肩幅よりやや広めの手幅で手のひらが手前を向くようにバーを持つ。胸を張り、背中を反らせる。上体はやや後傾姿勢。息を吸いながらバーを引く。この時、腕をあまり曲げないように注意する。同時に、 肩甲骨を寄せてゆく。溝落ちのあたりまで引いたら、息を吐きながら、元の姿勢に戻る。2から4を繰り返す。通常のラットプルダウンよりも後輩筋にヒットしやすい。ラットマシンにパラレルバーをセットし、シートやレッグパッドの位置を調節しておく。小指、薬指側で第二関節から握る。マシンの方を向いて座り、両手が向き合うようにバーを持つ。状態を、 ほぼ直立させる。息を吸いながら頭の前を通るようにバーを引く。同時に肩甲骨を寄せていく。胸のあたりまで引いたら息を吐きながら元の姿勢に戻る。2から4を繰り返す。通常のラットプルダウンよりも後背筋上部や大円筋に効きやすい。ラットマシンにパラレルバーをセットし、シートやレッグパッドの位置を調節しておく。マシンの方を向いて座り。 両手が向き合うようにバーを持つ。状態をほぼ直立させる。息を吸いながら頭の後ろを通るようにバーを引く。同時に肩甲骨を寄せていく。首の後ろの付け根のあたりまで引いたら息を吐きながら元の姿勢に戻る。2から4を繰り返す。通常のラットプルダウンよりも上背の中央付近の筋肉に効きやすい。ボディビルでは 上背部の凹凸をつける目的で行われる場合が多い。スタートポジションでの上背のストレッチ効果が大きい。ラッドマシンに V バーをセットし、シートやレッグパッドの位置を調節しておく。マシンの方を向いて座り、両手が向き合うようにバーを持つ。胸を張り、背中を反らせる。上体はやや後傾姿勢。息を吸いながらバーを引く。この時、腕をあまり曲げないように注意する。 同時に、肩甲骨を寄せてゆく。水落ちのあたりまで引いたら、息を吐きながら、元の姿勢に戻る。2から4を繰り返す。ありがとうございます。